こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのチェルシーが再び大型補強に出ました。皆さんもご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、ポルトガルプリメイラリーガでプレーしておりますエンソ・フェルナンデスの獲得を発表いたしました。ベンフィカからの加入になるんですけれども、移籍金がなんと170億円ということで、英国史上最高額の移籍金ということになりました。彼より以前の最高額はマンチェスターシティに現在所属しているジャック・グリーリッシュですね。アストンビラからマンチェスターシティへの移籍金で150億円近くの移籍金が、最高額だったんですけれども、それを塗り替えるような形でエンソ・フェルナンデスがチェルシーへ加入しましたと。で、契約期間なんですけれども、8年半の契約ということで、冬のマーケットでの移籍になりますので、即合流ということになります。なので、チェルシーがね、今積極的に取ってる手法なんですけれども、170億円もの移籍金をもちろん一括で払うわけではないので、8年半かけてね、分割で支払っていくということですよね。なのでムドリックの獲得とかもね、そういった手法を使って、獲得してますけれども、とにかくチェルシーがですね、大型補強に出まくっていると。チームが刷新していく中で、選手の顔ぶれも変わっていけば、安定感を作っていくのにはね、より時間はかかってはいくんですけれども、世代交代を行ったりとか、オーナーが変わったりとかで、どうしてもね、変化が多いタイミングだったので、こういうね、状況になっていくのも致し方ない部分はあるんですけれども、彼の獲得を、チェルシーとしてはどうしてもやっぱり早急に決めたかった。特に先日ね、ラジオの方も投稿させてもらいましたけれども、ジョルジーニョがですね、アーセナルへの移籍を決定しましたので、アンカーのポジションを担えるタレントが1人減ったと。なので、急いでね、取らなければならなくなったっていうことだと思うんで、早急にね、金額を準備して、お金を準備してオファーを出したっていうことですよね。で、私、松はですね、ジョルジーニョのそのお話をね、先日ラジオで投稿したときに、チェルシー、じゃあジョルジーニョ抜かれて、エンソ・フェルナンデスの獲得は常に狙っているけれども、いずれはチェルシーに行くだろうなっていうふうには思ってたんだけれども、正直ね、そのラジオを投稿したタイミングでは冬のマーケットはないだろうという話をしたんですよ。さすがにこれだけお金使って、分割だけれどもね、使ったりはしてるんで、さすがにちょっとその辺は抑えて、せめて夏に行くんじゃないかなと、いうふうに思ってたんですよ。ですけれども、朝起きてびっくりですよね。エンソ・フェルナンデス決まってんじゃんっていう。チェルシーのサポーターの方々がね、一番驚かれたと思うけれども、ねえ、どう思いました皆さん、この移籍。金額ももちろんね、驚きだけれども、まさか冬に決まると思ってました。なかなかやっぱ想像しづらいじゃないですか。ね、やっぱお金があるって言ったとしても、やっぱりそのお金でね、FFP の問題とかもそうだけれども、これだけの選手ね、ムドリックもそうだし、バディアシールとかね、ダトロ・フォファナとか、アンドレ・サントスとかね、もういっぱい選手取ったわけじゃないですか。いっぱい選手取ったけれども、取る?って思えます?想像できました?皆さん。ちょっと難しくなかったですか?僕ね、本当に、チェルシーの覚悟っていうのが見えたんで、すごいなっていうふうにも思えたし、チェルシーのサポーターの方々もね、驚いたでしょうけれども、チームが強化されていることには間違いないんで、トットベリー頑張って働いてくれてんなっていう形だとは思うんだけれどもね。でもやっぱり来シーズンね、基本的にやっぱりチャンピオンズリーグに出ることって今現状チェルシー難しいじゃないですか。現状プレミアリーグで10位で、私がラジオ収録している時点ではね、プレミアリーグ10位で、トップ4入りするのには結構勝ち点差も離れてるし、簡単にはやっぱね、そこに絡んでいけるような状況ではないんですよ。なので来シーズンの収益とかを考えると、そこ出れる出れないだけで収益が大きく関わってくるわけだし、それ以降のね、チーム強化にも大きく関わってくるわけなので、今しかないっていうことなのかもしれないけれども、でもやっぱりとにかくリスクを負った補強もしてるなっていうふうには思うんですよね。もちろんエンソ・フェルナンデス本人にとってはね、チェルシーだったりとか、マンチェスター・ユナイテッドも一時期狙ってたとか言われてましたけれども、本人にとっては間違いなくステップアップで、とにかくプレミアリーグに行けるっていうことだけでもね、とにかくすごいことになるんだけれども、年俸も当然アップしますからね。本人にとっては素晴らしいことなんだけれども、
まあ、心配なのがね、やっぱりベンフィカなんですよ。もともとこれからね 2,3 年かけて成長させて、まあ、いずれは売却することは考えていたと思うんだけれども、まあ、加入したばかりなんですよ、エンソフェルナンデス。今年1年目なんですね、リーベルプレートから加入して。でなおかつ今プリメラリーガで首位を走っていて、チャンピオンズリーグも出ててって今の現状の中で、まあ、日程もある程度過密になっていく中でね、チームの軸として戦っていた選手が引き抜かれたわけですから、まあ、これからタイトルを取ることもそうだし、チャンピオンズリーグでできるだけね高い順位を目指していくっていうことを考えると、確かに170億で売れた、ビジネス的には大成功だっていうことになることは間違いないんですけれども、やっぱりチームとしてこれからどん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 ね、過密日程になって、こう選手たちの疲労度っていうのもどん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 溜まっていく、この先の中で主力中の主力が抜けたことは結構痛いのではないかなと。特にやっぱり監督の、まあ、ロジャー・シュミットがちょっとかわいそうだなっていうふうには思うんですよね。やっぱりデッドラインのギリギリに獲得してるんで、チェルシーが。だからベンフィカもやっぱり彼が抜かれていきなりまた彼の代役を探す時間もなかったと思うんですよ。だから実際多分誰も取ってないでしょ、多分ベンフィカ。まあ誰か取ってたらちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと僕が知らないだけで申し訳ないんですけど、まあ多分取ってないでしょってなると、残りのシーズン大丈夫なのかなと。やっぱりチャンピオンズリーグも、まあ、グループステージ突破しただけでもすごいんだけどもね、素晴らしいことなんだけれども、やっぱりもっともっと上まで行って、なんだったらね、まあ、モナコとかアヤックスがね、まあ、一世を風靡した時みたいにベスト4だったりとかね、そういった舞台まで行こうよみたいなね、まあ、感じだったと思うんで、まあ、その中の軸とも言えるようなね、まあ、チームをコントロールしながらね、攻守両面においてハードワークできるタレントだったわけですから、ちょっとやっぱりベンフィカがね心配になってしまいますよね。だからベンフィカを応援されているサポーターの方々がどういう気持ちでこの移籍を見ていたのかなっていうのが、まあ、めちゃめちゃ気になるんですよ。やっぱり普段から応援しているチームなわけじゃないですか、ベンフィカのサポーターの方が、当然ね。でそこのチームで今年から加入してきたばっかりで、もうチームの主軸としてもいきなりフィットしてくれて、もう最高だっていう感じだったと思うんだけども、もう見れた期間で言ったらもうほぼ半年もないわけでしょ、まあ、半年は言ってるか、半年ぐらいってことでしょ。でなったらね、ちょっとなんか気持ち的にも複雑だよね。しかもね、あのカタールワールドカップが終わって、まあ、リーグ戦が再開されて、まあ、ベンフィカに戻ってきて、まあ、ゴールパフォーマンスかなんかで、俺はここに残るよみたいな、あのベンフィカのエンブレム叩いて、あの指でこうね、あの地面指さすような感じで俺ここに残るよみたいな、結構パフォーマンスしてたじゃないですか、エンソフェルナンデス。だから移籍するとしても、ね、いずれはするっていうのは、まあ、ベンフィカのサポーターの方々もまあするだろうなっていうふうには思ってたとは思うんだけれども、まあ、ああいったパフォーマンスもあったし、まあ、補強しようとしてるチームがめちゃめちゃ金使ってるわっていう状況を見ると、いやエンソは今年の末までは大丈夫そうだなって思ってたんじゃないかなって思うんですよね。だからちょっとやっぱりね、こうベンフィカのサポーターの方々の気持ちが本当にどういう心情なのかっていうのが本当に気になる。もっとそれなら早くからもうまとめてくれよって思ってるのか、いやもう今年いっぱいは残ってくれよって思ってるのか、それともね、いや170億円ありがとうございますみたいな思ってるのか、人によって結構意見変わりそうだよね。まあ、もちろん応援してるからにはタイトル取ってほしいとかっていうのはあると思うんで、まあ、チャンピオンズリーグはちょっとね現実的ではないっていうところはあったとしても、やっぱりリーグ戦の方はね取りたいって思ってるでしょうからね。うん。本当にね、もう想像しづらいというかできないんで、まあ、ベンフィカのね、サポーターの方々がもし僕のラジオ今聞いてもらってたら、ぜひちょっとね、皆さんのちょっと気持ちをちょっと教えてほしいなと思います。できればね、時間があったりとかしたり、まあ、お手すきのタイミングとかでね、まあ、コメントとかいただけたらなと思います。はい。で、当然、まあ、ベンフィカはね、まあ、タレント的には優秀な選手ももちろんいますし、まあ、フロレンティーノとかもいるんで、まあ、問題はないわけではないんだけれども、ちゃんとしたこう他の軸の選手たちもちゃんと育ってきてるとは思うんで、まあ、なんとか戦い抜くとは思うんですよ。なんとか戦い抜くとは思うんだけれども、また抜かれるでしょ、絶対、ベンフィカ。
まあ、アントニオ・シウバとかもそうだろうし、まあ、モラートとかはどうなるのか分かんないけれども、まあ、ゴンサロ・ラモスとかね、まあ、そういったタレントもやっぱいるわけですから、あとはグリマルトとかね、まあ、こういった選手がまた抜かれるってなると、また人いなくなんぞっていうことなんで、まあね、こう、なんていうんだろう、まあ、選手を育てて高く売るみたいな、まあ、ニュアンスも近い感じなのかもしれないんで、こう、慣れっこみたいなところもあるのかもしれないけれども、でもやっぱりね、毎年毎年選手抜かれてまた強化していくってもう大変ですからね。なんか普段やっぱりこう、自分はマンチェスターユナイテッドとか、まあ、バイエルンを見ている身なので、応援している身なので、どちらかといったらこう、引き抜くことが多いんでね、やっぱりちょっとこう、その気持ちがちょっとね、分かりかねるというか、ちょっと分からないことも結構あるんだけれども、ねえ、ちょっと演奏を抜かれたことですらめちゃめちゃ痛いけど、ちょっと大丈夫なのかなっていうふうにやっぱ思っちゃうよね。ねえ、僕はやっぱこう、ねえ、今のベンフィカ揃ったメンバーで、チャンピオンズリーグどこまで行くのかっていうのもちょっと見たかったけどね。やっぱり特に監督がロジャー・シュミットなんで、まあ、レバークーゼンとかね、まあ、ブンデスリーガでも指揮してた監督なんで、まあ、超アタッキングなフットボールするけれども、まあ、リスクもあるね、サッカーめちゃめちゃするんだけれども、だからこそなんか相手に与える脅威みたいなものもあったし、そこにこう若手の勢いみたいなものも乗っかってきてて、やっぱりユベントスとかを圧倒したと思うんで、ね、どこまで行くか見たかったなっていう気持ちはね、ちょっと持ってはいますけどね。まあ、もう決まってしまったことなんでね、もうどうもできないっていうのもあるんだけれども、まあでも本人がね、まあ、決めたことだし、まあ、クラブ間交渉の中で、まあ、話がまとまったことなんで、まあ、互いが納得した中で決まったことなんでね、まあ、もうどうしようもできないんですけれども、まあ、とにかくチェルシーに行って、ソフェルナンデスはもうしっかりと活躍して、まあ、ジョルジーニョが抜けた穴をしっかりと埋める。で、ベンフィカは、まあ、彼が抜けてしまったけれども、彼がいない中でどういうふうにやりくりしていくのかっていうのが、もうロジャー・シュミットの新たなテーマになってくるし、プレミアラリーガもそうだし、チャンピオンズリーグの舞台でもね、どれだけの結果を出すのか、そこにね、着目しながら、まあ、この両チームを追っていけたらなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。